AI の言う通り生きる人生が必ず来ると、うん、AI が自分のことを自分より理解してて、うん、A と B とどっちと結婚した方がいいって言ったら、うん、A と結婚したら3年以内に別れる確率 68%、 B と結婚したら10年持つ確率 80%、 当たる、うん、当たるってなったら人間は間違いなくナビに従って車を運転するように AI の言う通り生きる、うん、悪いことじゃない、失敗のない人生。でも我々の幸せってもう一つ必要だと、うん、失敗したとこから這い上がって成長したり、誰かと助け合って絆ができたり、うん、僕はスポーツベッティングは特にあの岡田さんのチームみたいなローカルのチームにとってめちゃくちゃいいと思うんですよ。分配金がやっぱそれなりに来るんで、はい、でなんで僕はそんなこと言ってるかって、アベマ TV の収入の3分の1ってスポーツベッティングなんですよ。あのウィンチケット、日本ってスポーツベッティングが解禁されてないと言いながら、実は公営ギャンブルは OK なんですよ。ああ公営ギャンブルね、はあ、スポーツベッティングで競輪競艇を、うん、そうだよね、地方競馬中央競馬全部オンラインベッティングできるんですよ今、うん、でその手数料が稼げるんですよ、うん、ネットで中継してたらみんな買うじゃないですか、うんうん、今だからそれなんか海外のオンラインあのカジノ行くとみんな日本に調査員とかいるんですよね、日本に調査員がいてハンディキャップつけてるんですよ、うん、何のこと、日本のサッカーの試合、 J リーグの試合全部ベッティングしてる。いやそれはダゾーンがその情報をどっちかやったら売ってるから、ダゾーンはあんだけのお金出せると言われてるのと、うん、今やっぱりだから日本の試合が賭けの対象になってるから、うん、FIFA のチェックが入るわけよ、この試合は怪しいとかって、はい、そうすると調査しなきゃいけない、はい、我々、うん、日本人があのトトじゃなくて、はい、そうやってオンラインでできるようになったら、はい、みんなサブスクでまた見るかもしれないし、ね、あそうです、ギャンブル勢が見ますね、うん、はい、オンラインギャンブル勢が見ます、うん、だからまあそれは、まあ、どうなるかわからないですけど、うん、放映権を買った会社が直接的に、うん、収益の一部を還元する方法になるかもしれないし、それは全部ダゾーンが買うかもしれないし、うん、まあ、どうなるかわからないですけど、なんかその今治っていう田舎からこうサッカーなのか教育なのか、何を岡田さんはイノベーションしようというふうに考えてらっしゃるんですか？というかね、まあ、僕はそのこの今治でビジネスとしてこう成り立たせていこうと思った時に、うん、まあ、ある意味詐欺じゃないけど、うん、他の価値を提供しないとお金なんか出してもらえないと思ったわけよ、うんうん、でスタジアム建てる時に土地の無償貸与30年決まって、そして設計図もできて工事業者決まって、あと40億集めるだけですよって言われた時ぶっ倒れそうな40億かよと。からさらにでもそれで考えたのが、うん、投資をしてもらわなきゃいけないけど、今場合に投資してくれて誰もしないと、うん、でもラスベガスだってそうで砂漠だったんで、うん、そこにストーリーがあったから投資してくれたんだ、うん、それで僕が考えたのはバリヒーリングブレッジ里山スタジアムって、うん、これから AI や ICT が発達してきたらね、 AI の言う通り生きる人生が必ず来ると、うん、AI が自分のことを自分より理解してて、うんうん、AI A と B とどっちと結婚した方がいいって言ったら、A と結婚したら3年以内に別れる確率 68%、 B と結婚したら10年持つ確率 80%、 当たるんで、当たるってなったら人間は間違いなくナビに従って車を運転するように AI の言う通り生きる、悪いことじゃない、失敗のない人生。でも我々の幸せってもう一つ必要だと、失敗したとこから這い上がって成長したり、誰かと助け合って絆ができたり、そういうものを提供する場所を作るっていうことで、僕ら駐車場にするとこ、本来駐車場にするとこ里山エリアつって畑作ったり、障害者の通所施設作ったり、カフェ作ったり、ドッグラン、いろんなことやって、東京の IT や金融でちょっとメンタルが傷んだ若者が今まで来たら人間性を取り戻して帰っていく、それとともにコンクリートで作った後朽ちていくだけ、年間30日使うだけのスタジアムなんか作りませんと、町の人の心の拠り所として365日人が行き交う場所を作るんですって、これぐらい言うとね、うん、結構コロッと、この人は騙されない、この人はねもっと現実的やからね騙されないけど、なんか単なる勝ち負けのスポーツというよりかは、うん、地方コミュニティだったり地域のハブとしてのこう、うん、スポーツコンテンツ、まあ、そういうふうにやられてるのかな、そういうようなね、なんかみんながやっぱりワクワクしてなんか新しいものやってみたいと思うような、うん、でちょうどコロナで、はい、みんながそういうような価値っていうものも大切だよねって思い始めたところだったから、うん、ありがたいことになんとか資金調達できたんですね、うん、これ柵もないんですよね、柵はない、お金なかったお金が足らなかったけど大丈夫だと、はい、
日本一モラルの高いスタジアムにしようって、はい、プロスポーツをやってる人たちの意識として、うん、そのスタジアムに結界があるって見えない結界があるって僕はよく言うんですけど、うん、それがあると思ってる人がいないんですよね、うん、スタジアムって気軽に入れないんですよ普通の人は、うん、じゃあ今日はちょっと試合見に行くかっていうこうなんか気合を入れないといけないんですよ、イベントごとみたいな。普段行かないところに行くっていうのは、うん、やっぱりちょっとなんか勇気というか、うん、勇気じゃないけどなんか気合を入れなきゃいけないんですよ、うん、だけど公園とかって別に普通に気軽に入れるじゃないですか、うんうん、普段行ってるところとか、うん、なんかそう柵がないとかいうのはすごくやっぱ重要で、うん、しかもサッカースタジアムってそのホームゲームってすごい少ないから、そうだからそれ以外で稼ぐっていうことももちろん考えなきゃいけないから、うん、その普段使いできる施設もありつつ、うん、その気軽に入れるような雰囲気作りをするというのは非常に大事で、うん、それは多分全くコンセプトは違うんだけど里山スタジアムも長崎スタジアムシティも同じだと思います、うんうん、だから例えば長崎スタジアムシティは緑豊かなピッチを眺めながら滞在ができるホテルとか裏側海だとかジップライン作ってあのピッチの上をこう駆け抜けるジップラインがあるとか隣にはショッピングモールがあるとかホテルがあるというようなことがやっぱり普段使いするモチベーションに当然なるわけですから、全然そのコンセプトは違うけれども大事なのはそこだと。それは経営的にもそうだし、どれだけその地元の人に愛されるかみたいなところもそうなんですよね、はい、うんうん、でもう一個僕は大事だなと思ってるのは地元の名士の人たちがこの場所にその例えば部屋を持ってることがステータスになるような仕掛けを作んなきゃいけないと思っていて、それはもうずっと言ってて、マッチって J リーグのどのスタジアム行っても公民館みたいな、うん、今度来たらちゃんと部屋一つあるか、はい、堀江さんに言われたからね、はい、結構そこは金かけて、そう、それ金かけるといいのは本当に地元の人たちがここに俺は部屋を持ってんだっていうことがステータスになってそれだけのために来たりするんですよ。今待ってる人がいる部屋買うのですよね、うん、僕が行った今から9年前なんか誰も相手してくんな、はい、うん、地元の企業それこそ、はい、まあ、造船の人とか ねどうせお前、ね、有名人が来てちょちょっとやって帰るんだろうとかね、骨詰め詰めあんのかと、お前今までのこと分かっとらんじゃん、今までそんな無理なんじゃ、うん、俺自分の車にガムテープでポスター貼って街中走ったりね、リラック割ったり何でもしたり、地道な努力、それがすごくて、僕だって岡田さんに、うん、あの岡田さんがやってるのをパクったことがあって、はいはい、あの前のスタジアムの時に、はい、そのなんかちっちゃなプレートが山のように飾ってあるエリアがあって、はい、俺あれだよ、このプレートはエグザイルのヒロに無理やり売ってやったんだ俺が1枚50万円するらしいんですよ。でもなんか名前をこうやって飾る、うん、一番安いやつ多分3万とか5万とかだと思うんですけど、圭介3万円だった、そうじゃない今回50万の買ってくれたけどいやだからそうやってもうクラウドファンディングのように金を集めていっていて、うんうんうん、これちょっと絶対参考にしようと思って、うちのロケットの工場今、はい、もう100枚以上プレート飾ってありますよ、おかげさまで、うん、うちはだからねもう年間買い切りなわけ、うん、で他の日試合ない日も使えるの、はいはいはい、でそこでお客さんと話したりそこでリモートワークしたりする会社もあって、はい、でやっぱり試合の時が一番人気でいいからっつって、うん、やっぱり買いたいって人が今、待ってくれてるような感じになって、サブスクではないんですか？サブスクじゃない、あのもう年間買い切りいくらって決まりで、やっぱりサブスクの方が形式としてはいいんじゃないですか？それはね別途考えてて、はい、僕らはここを拠点に新しいコミュニティを作りたいと思ってて、それはベーシックインフラって呼んでんだけど、はい、衣食住を保障し合う共助のコミュニティみたいな、要は着るものはみんなで融通し合って、僕ら農業法人もやって田んぼもやってるし畑もやってて、フードバンクもやんで、でカフェのキッチンに町のレストランのシェフに月1回ボランティアで来てもらって作ってみんなで食べるとか、はいはい、空いてる家いっぱいあるんでそれみんなで修理して、はい、そういうコミュニティを作りたくって、このコミュニティをサブスクで、まあ、月500円でもいいですよって言ったら、まあそれだったらなんとそういう感じのコミュニティ作るのはいいねっつって全世界からね、うんうんうん、会員になってくれると、15万の町で10万人の会員集めたら6億ぐらいなのか、うん、そういうような収入もこれから考えていかなきゃいけないなと思ってて、一番はこの
田舎のチームが J1 まで行こうと思った時どう考えても30億レベルなんだよね、うん、そうしたら50億60億のチームに対等 に、うん、には収入を他で取らなきゃいけない、うん、この収入をそういう感じの会費みたいなんで取れない、これはコストかかんないから真水で入ってくるんでかなり大きいんで、まあそんなことも考えてるんですけどね、ビジネスパーソンですね、まあだから岡田さんに習って僕は独立リーグもそうなると思ってる、北九州でうち来いよ一緒にやろうよと、はい、ということでそろそろお時間となったんですけど、あの岡田さん今回あの、まあ、想定していたお話があまりできなかった部分もあったと思うんですけども学校の話ですとかいかがだったでしょうか、うん、いやでもね、うん、俺最初堀江さんってテレビでしか知らなくてなんか悪いやっちゃなと思ってた、はい、でもね、まあ、ケイスケの紹介だっけ、そうですね、ケイスケの紹介であって話聞くとやっぱりいろんな話の裏をちゃんと取ってて、あ、考えてる、ちゃんと、ごめんね、あ、すげえなと思ったわけ、うん、で結構アドバイスとかもらうと理にかなってんだよね、はい、そういうんでこうお付き合いさせてもらってて、うん、今日もねどっちか言ったら僕がたくさん、あ、なるほどな、すごい勉強になりました。いや、こちらこそ。ありがとうございます。はい。